カンボジアマスです。カンボジアのコンちゃんです。タジメシンちゃんです。今回は、地元タジメに帰ってきました。はい、ただいま。ただいま。ただいま。ありがとうございます。ということでね、今回は公営練習をやっていきたいなと思うんですけど。はい、待ってました。公営練習の中でも、まあ、特にね、小中学生の子たちが、本当にそのよく悩みがちなポイントのね、お悩みを解決できるような練習をね、紹介していきたいと思うんですけど、はい、まあ、日々ね、ジュニアとかで指導されてて、どういった悩みが多いですか、公営は。最近、ジュニアの子は、ストロークするときに体重移動できない子が多いです、ね、多いね。ラケットの、ね、はいはいはい、性能が、ね、上がってね、簡単にボールが飛ぶから、あ、それもあるね、下半身をうまく使えない子が、ね、多いです。これは確かに俺も見てて、なんか右足だけで打っちゃう子、体重移動できずに右足だけで、ラケット狭いからね、うんうんうん、思わず残っちゃうの体重が。それはね、よくあるパターン、うん、まあ、実際になんかその膝腕曲げるとか曲げないとかっていうのは正直、ね、どっちでもいいと思うんですよ。下半身の硬さも違えばね、腕の長さも違うから、絶対にこうしなきゃいけないっていうのはないんだけれども、体重移動がこうできることによって簡単にね、ボールを飛ばせるようになるので、この技術は知っておいてね、損はないと思うので、今回その体重移動がね、うまくできるようになる練習をね、紹介していきたいと思います。はい、それじゃあやっていきます。レッツゴー。レッツゴー。はい、それでは今回の、ね、練習を紹介していきたいと思います。今回の練習はラケット1本分ぐらいだいたいスタンスを取ってもらって、まあ、身長が高い子はラケットよりもちょっと長めに取ってもらって、まあ、このような形で、スタンスを取ります。そしたらテイクバックをしておいて、この動きを使ってボールを打っていきたいと思います。でこの時に右足からこう左足に乗るっていう意識で打つんじゃなくて、右利きの選手であれば、この右の、この股関節の骨のところを、こう前に出すということを意識すると、自然にね、この左足に重心が右から左に乗って変わっていくので、腰骨を前に出すということを意識してやってみてください。それじゃあやっていきます。この時に右足が最後にこうやって帰るのは OK なんですけど、左足がこういう風に回ってしまうと力がね、分散してしまってコントロールがつきにくくなるので、今回の練習では左足はこのまま、これがね、ちょっとここの筋力が弱い子は難しいんですけど、この練習ではあくまでこの体重移動のたびに必要な右腰骨を前に出すことによって体重移動するっていうものなので、ここをね、ちょっと筋肉痛になっちゃうと思うんですけど、我慢してやっていきましょう。オッケー、ストップ。そのままね、そのまま。今ね、コンちゃんは最初は足がこういう風にベースラインと平行だったんだけど、ちょっとずつね、こうやって足先開いていってて、これはあの、まあ、股関節の硬さとかもね、関係してくるので、できない子も多いと思います。なのでその場合にはもう最初からこのようにね、開いてもらってもいいので、ここからこれ以上打ち割りと同時にこうね、動いてしまうことはないようにだけしてほしいので、まあ、最初からね、ちょっとこれが平行ではなくて、ちょっとね、この斜め向くのは OK です。まあ、特に、ね、小中学生ぐらいだと本当に下半身の力がまだなくて、どうしても腰の回転と同時にね、こう回っちゃう。まあ、これがね、体の作り上当たり前なので仕方ないんですけど、これ耐えることによってこう、体重移動をね、こう、理解してもらいたいっていう練習なので、ちょっとここでね、開いてもいいので、ちょっと耐えることをね、意識してみて、やってみましょう。
もしできない子は最初にこのようにここに左手を置いて前に出ているっていうこの素振りをねやってみてください。結構ねきついからこれ息上がってるんですけどでも本当にねこの腰骨を前に出して左足で体重がここに乗るっていうね、まあ、こう素振りをやるだけでも分かるんで、ぜひこれを意識してやってみてください。ありがとうございました。これね、やってるときついよね。きついっす。実際やってみてどうでしたか。僕、絶対左足回っちゃうので、うんうん、結構そのまま残すっていうのが難しいですね。そうだよね、やっぱりね、これね、本当にやったことない人はちょっと、ね、見えないと思うんだけど、左足がね、こうやってベースラインに平行にして足を置いてるんですけど、これがね、どうしてもこうちょっとずつこう回っていっちゃうので、まあ、これはね、練習の慣れでもあるし、また下半身のね、こう強化にもつながるので、最初はできなくてもいいので、まずはね、こう、素振りから、まあ、ちょっと僕はね、中盤で見てた素振りもあると思うんですけど、素振りをやることで、こう、右の腰骨から腰骨を前に出すことで、左足に乗るっていう感覚がね、つかめると思うので、なるほど。まあ、いきなり打たなくても、まずはね、その素振りからでもね、やってみるといいかなと思います。これ、できないでしょ？いや、しんちゃんはできますよ。うん。ということでね、これは本当に小中学生だけじゃなくてね、本当に大学生、高校生、大学生の選手でもね、体重移動もしできないなって思ってる選手がいるのであれば、ぜひ参考にしてみてほしいなと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。